はい、皆様アニョッス。本日は第2回目、うろ覚え。主の画力、本日もご堪能あれ。前回のなさすぎる画力がこちら。バイキンマンも全力で逃げるドキンちゃん。ちょっとドキンちゃんは難しすぎた。こんな画力の主ちゃんへの最初のお題は、アンパンマンつながり、今度は食パンマン。これはドキンちゃんに比べれば簡単簡単。お、ちょっと自信があるようです。でも全然期待できない。まあ食パンの形は許せるレベルかしらね。お、顔こんなんじゃなかった？結構似てるような。微妙だけど、わからなくはないってレベル。あとは体部分も大切。しっかりマント着させてと。なんか違うような。これで最後にマークをつけておしまい。出ました、絵心ない人の特徴、文字を書いちゃう。さすがねえよ。正解はこれか、全然違うやんけ。虫ちゃん食パンマンとの比較がこちら。うん、自分でも微妙としか言いようがないな。あのドキンちゃんも再び。なんだかめっちゃカオスな絵面に。次はおそらくほとんどの方が一度は食べたことのあるコアラのマーチ。そのコアラちゃんを描けばいいんだな。お、まずは捕まる気ね。あとは、ここに可愛らしく捕まっているコアラちゃんを。絵心ない方はわかると思いますが。物を持ってる様子とか、捕まってる様子をうまく描けません。これ、完全に掴んでない。まあまあ細かいことは気にしない気にしない。肝心なのは顔だからな。その肝心な顔が化け物。主さん、これはなんていう動物？コアラです。絶対コアラじゃねえ。このコアラのマーチ、絶対子供食べない。はい、本物はこんなに可愛いです。これは合格点いただけますか？いただけねえよ。お次もアンパンマンからバタコさん。う、これはちょっと難しそうだな。って言いながらスラスラお絵描き開始。躊躇なし、これも絵心ない人の特徴。髪型は確かこんな感じだったような。バタコさん、めっちゃギザギザヘア。今主の頭にちゃんと、アンパンマン、新しい顔よ、って言ってるバタコさんが浮かんでます。浮かんでてもそれを表現できないという。まあ大体こんな感じかな。チーズも噛みつきそうなバタコさんが完成しました。正解はこれか。うん、全然違う。髪の毛がギザギザってとこしか合ってない。なんか今回のお題難しいぜ。確かに前回の方がまだマシだった。お次のお題はモンタン。お、これは主小さい時に絵本めっちゃ持ってたぞ。あ、ちょっとミスった。修正修正。今からかよ、これまで修正必要なとこだらけだったろ。それな。まあ黙ってみてなさい、ノンタンは自信あるから。おし、じゃあ静かに見守るか。これで目をつければ完成。負け目もこいつ、絶対近づいたら危険。正解はこれだ。今日の中ではマシじゃない？まあ他がひどすぎたからな。では本日残り2つ。スプラトゥーンのイカちゃん。ふ、イカとかタコは主の得意分野なのだ。なんで軟体動物だけ得意なんだよ。まあ確かに形はちゃんとイカになってるのよ。確か目は結構大きめだったような。目玉、本体飛び出ちゃったよ。さあ、本物に似ているかな？お、ほらやっぱりパッチリお目目。微妙だけどまだマシか。それでは本日ラストのお題はこれだ。おでんくん。主全然知らないけど、名前で予想して書きます。どうやらおでんくんってキャラがいるようなのですが、誰も知らないという。手がかりは名前だけ。主、シンプルにおでんのキャラクターだと予想。おし、体はこんな感じでオッケーでしょう。キャラなので一応買おう。団子三兄弟っぽくなってますが。主も思った。おでんくん、実際はどんな姿だ？それでは答えあらせ。全然違った。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。